こんにちは、ナイトライダー大好きの皆さん。今日はですね、私のコレクションといいますか、どのぐらいナイトグッズが好きなのかね、それをね、少しずつ、まあ確かに発表していきたいと思います。発表ってほどの問題はないんですけども、まあこちらはね、皆さんもお持ちだと思います。ナイトライダーの台本付きブルーレイボックスですね。これでナイトライダーのプログラムが全て見れるわけですね。これはまあ基本です。はい、このぐらいだったらね、私どもね持ってるんですけども、これはいかがでしょうか。これはね、まだ開封してないんですけども、新品のシガーソケットから挿して USB が横に挿せるものなんですけども、まああのね、キットが喋りながらなんかしてくれるんですけども、まだ試してないんで何とも言えません。これ封開けちゃっていいのかなって気さえするんですよ。どうですかね。まあいつかこれね、封を切ってやらないけんかなと思います。ナイトライダーキット USB カー車の車の充電器並行輸入品新品というふうにここに書いてますね。これ持ってる方少ないんじゃないかなと思います。はい、まだあります。これは何でしょうか。これレーダーですね。車につけるレーダーです。新品で、全て揃ってるやつですね。実はですね、私の今ナイト2000についてるのもこれがついてます。ナイト2000にもこれがついてます。で、こちらは中古なんですけども、封を開けてない本当に新品同様の状態でね、ちょっと開けてみましょうか。これもあるんですね。開けるのもなんかね、もったいないと言いますか、こうナイト財団の箱に入っていて、化粧箱ですごい立派なんですけども、おお、溢れてきますね。説明書があって、ケースがこうあってですね、全て入ってます。全て入ってます。ちょっとあんまり詳しくお見せできなくてすいません。次行きます。次は何かと言いますと、はい、最近届きました。まだこれね、開けてないんですよ。今初めて開けます。何が入ってるかと言いますとですね、これはすごいですよ。領収書が入ってますね。これはなかなかないんじゃないかな、皆さんお持ちの方。はい、何でしょうか。カーナビですね。カーナビだったら車に標準装備してるじゃんと思いの方、なぜこのコーナーで紹介するかと言いますと、そうなんですよ。これはね、何でしょうかね。書いてないな、箱には。箱には書いてないですね。カーナビなんですけども、いいのかな。これ何かと言いますと、カーナビの音声に、あれ書いてないですね。書いてないけど間違いないと思います。カーナビの音声がね、もう詳しい方ならご存知だと思いますけど、カーナビの音声、声がですね、ナイトライダーのキットなんですよ。キットで、ルート解説してくれるというね、これはなかなか貴重品ですよ。かなり高かったです。いや、すごいですね。まだ試してないんですよ、これも。これから試していきますからね。なんせシガーソケットに挿すだけなんで非常に簡単。どの車にも乗ります。私のナイト2000にも付けたいんですけども、すでにですね、ナイト2000付ける場所がないんですよね。うん、ということで、こちらの方は野島昭夫さん、ここ書いてました。野島昭夫バージョンって書いてますね。これどうですか、キャラナビね、キットが道案内をしてくれるというね、商品になってます。まだまだ私のね、自慢グッズはあるんですけども、例えばこれはどうでしょうか。本場アメリカから取り寄せました。これはマイケルナイトの革ジャンです。公式です、オフィシャル。ナイトライダーグッズのウェアとかで公式で出てるのはこれ1個しかないと思うんですけども、それをまあね、これ持ってる方もいると思いますけど、今は夏なんで着れないですけども、秋口から冬にかけて私もね、赤い、なんかね、タートルネックと、こちらを着て、なんかね、マイケルさん気分で、キットに乗っていこうかなという感じですね。まだまだ私のね、持ってるナイトライダーグッズは、まだまだあるんですよ。うん、それこそね、隅から隅まで買ったような感じですよね。で、まだ新しいものが発見されれば、どんどん手に入れていこうと思いますし、こちらのね、レーダーみたいに2個目3個目っていう風な保存用とかね、まあそういうのでもどんどんね、コレクションしていきたいなと思っております。はい、本日は以上です。駐車場にはキットがね、見えますね。ちょっと一応見てみましょうか。
こっちにね、あるんですよ。ちょっと逆光かもしれませんね、昼だから。はい、カーテン開けると、いいですね。見てるだけで、なんかね、心が荒れるというか、いいですね。はい、好きなものにこだわりたい。でもやっぱりね、賞味お金もかかりますしね、いろんな方の協力が必要になってきます。そういう意味では本当人によって生かされてるなとかね、守られてるなと思います。本当にありがとうございます。ご視聴本当に皆さんにも感謝申し上げます。おいキット、はい、マイケル、燃料はフューエルゲージを見てください。ガソリンの残量があとわずかしかありません。うん、決して安いガソリンを入れないでくださいね。あなただっていいもの食べてるでしょ。